今日のワードはこちら、はい、農業を協力アシストです。愛媛は第一次産業が盛んですが、農業では体全体を使ったり、はい、こう一定の姿勢で作業を続けたりと体への負担が大きいんです。そこで少しでも農作業の負担軽減をと、県内で最新機器を使った実証実験が行われています。自動猫車にブドウ用アシストスーツですか。ちょっとユニークな名前ですけれども、はい、一体どんなものなのか体験してきました。まず向かったのは松山市の中島。こちらではカラマンダリンの収穫が始まっています。この園地である農作業の救世主が活躍しているんです。中島で長年にわたり柑橘を栽培している石丸和久さんです。10月初めからやっぱりゴールデンウィーク前までですね、整形外科通いながら注射打ちながら言う分ですよ。いろいろな品種を栽培している石丸さん、収穫期間は半年以上続きます。体に鞭を打ちながらの作業だといいます。そんな石丸さんにとって今救世主となっているのがこちらの手押し車。猫車とも呼ばれますが、この猫車にはある仕掛けが隠されているんです。これで降っていったらスーッと行くからこれはアクセルでその分でグッとした感じで前に前へ行くでしょう。やっぱり楽は楽です。そう、電動猫なんです。この e-CAT キットは東京のハードウェア会社が農作業への負担軽減を目的に開発、1年半前に販売を始めました。心拍数とか労働の負担とかを数値化したのをちょっと比較したんですね、はい、でアプリでその時は計測したんですけど、はい、その時は大体 50% ぐらい負担は軽減したっていう記録が出てますね。収穫した柑橘の運搬は重さに加え何回も往復する重労働。 e-CAT キット、手持ちの一輪車にタイヤやバッテリーなどを付け替えることで電動猫に早変わり。25度までの傾斜に対応可能で、速度は5段階、ブレーキも完備されています。開発したキューボレックスでは、先月末から松山市の農家に無償で e-CAT キットを貸し出し、使い心地などを体感してもらう実証実験を行っています。ちょっとした段差でも全然グフッ、よっかどっこい、よっこ、ああ全然違うわ、これは楽、腰への負担が全然違いますね。こうどん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 こう進んでくれるので、私はこれを持ってついてってるだけっていう感じです。体にかかる負担とか、ね、やっぱ労力っていうのは、そうですね、だいぶ楽になってる。まあ従来の一輪車で出すよりはやっぱり半分ぐらいの力で出してこれるから、運搬作業に苦しんでいる方たちに少しでも楽をしていただければと思ってます。愛媛農家の救世主マシン柑橘園に続いては、少しヒューマンやな、おととい県の果樹研究センターで実演されたブドウ用のアシストスーツです。腰に巻くベルトと腕を支えるポールで構成されていて、モーターなどの動力は使わずバネの力で作業をアシストします。参加した県職員が実際に装着してみます。うわすごい。そういうことです。スーツのアシストを受けながらブドウの芽を摘み取ります。ブドウの品質を保つため実の数を減らす摘粒と呼ばれる作業、長時間腕を上げっぱなしで行うため農家の大きな負担となっていました。
すごく楽に腕がアシストされてて疲れにくくなりそうです。結構予想以上に支える力があって、本当なんかここに台があって乗せてるような感覚があります。なんかもうそのまま平行移動とかもやりやすいなっていうのと、ここら辺になったら反動が一気に消えて、なんかもうストンって楽に落とせますね。このブドウ用アシストスーツを開発したのは、大阪で機械部品メーカーを経営する城岡清さん、伊方町出身です。両親の農業プロも嫌というのを見てまして、農業プロも十分知っておりまして、ブドウが一番きついらしいですね。ずっともう朝から頑張ってこう腕上げたままと、これ一番なんか農家にとってはきつい作業、一番きつい作業をチャレンジしようと。そんな思いから3年がかりで開発しました。チャンネル4取材班もブドウ用アシストスーツを体験してみました。こう腕を動かすとバネの弾力を感じますね。ちょうど肘のあたりに、そうですね、疲れっていうものは全然感じないですね。ちょうど肘で支えられているような感じです。ブドウだけじゃないと、キウイとか梨とかそんなの何もでも活用できるから、ぜひこれいろんな分野で試験してみたいという声をいただきましたので、愛媛は果樹王国ですから、果樹王国を支えるね、その一助になるんだったらこんな嬉しいことはないですし。このアシストスーツはおよそ5万円。城岡さん、今後農家を対象にした体験会などを開き、県内で普及を図りたいとしています。